おはようございます。皆さん、アナメです。ということで、今回もね、スタジオバレーの実況をやっていこうかなと思います。うーわー、猫と振り合ったらなんかテレビの前に行くな。何、ソースの女王って。こんにちは、ソースの女王へようこそ。手持ちの秘伝レシピ帳からとっておきのレシピをお送りします。今週は、あ、なんか、そういうことか、料理番組みたいなやつか。コールスロー、しなびた味気ないキャベツの山を思い浮かべた。普通はそうよね。でもね、本物のコールスローはもっと美味しいのよ。まず俺コールスローって何かわからんのやけど、しなびた味気ないキャベツの山を思い浮かべた。そうなんや。へえ。もっと美味しいの。肝心なのは新鮮でジューシーなキャベツを使うこと。ちょっとのお酢とマヨネーズを垂らせば準備は OK。 ほらパリッパリよ、コールスローの。マジか。てかキッチン作りたいな。早く家を大きくしたい。メールが届いてない。なんかつらっ。で、今日お金あるから、まあ、鶏小屋を作るか、まあどうしようかな、アップグレードしようかな、ということでね。まあね、僕は今回ね、選びました。はい。アップグレードしようと思います。ジョーロ。アップグレードします。まあなんでかっていうと、まあ鶏小屋で、まあ金作する方法、増やしてもいいと思ったんだけど、それよりもね、先にまず、畑を大きくして、まあ、カリフラワーね、栽培しようかなということで、早速、カリフラワーの種、いや、まず、カレンダーだ。まずカレンダー確認して、ヘイリーの誕生日だって、今日。なるほど。まずヘイリーに誕生日プレゼントあげてからにしましょうか。ヘイリーは、確かこの家。ああ、そうだよね。そりゃそう。じゃあ、ま、買い物もできない。もしかしてこれ。買い物もできないか。あ、できんわ。マジかよ。誰か、俺のところまで同行スコア25個持ってきてくれないか、クリント。うわ。同行石を25個。いや、これは受けてもいいかな。受けようかな、これは。7時40分までもやることがないから。そうだな、洞窟行って、で集めてもいいな、同行好き。このなんかどこかで拾った木のコンボ、めちゃくちゃ強い木のコンボを使ってみたいからな。あ、でもまあスライムを倒さないとダメだよね。うん、まあ10回ぐらいから行くか、スライム倒すために。スライム多分出てくるよね。いるけど。いや、強いな。あ、強い。めちゃくちゃ強い。スライムはもう余裕だね。まあ、確かに攻撃速度は遅いけど。オッケー。なんか変なスライムいない？変なスライム、青色のスライムいるんだけど。え、日記更新？来た。クリアしたっぽい。じゃあ一旦帰って、まあ、冒険者ギルドにも行きたいけど、まあ、まず冒険者ギルド行くか。近いし。お邪魔します。あー、午後2時、遅っ。マジか、遅っ。じゃあ、先にヘイリーにプレゼント渡しに行くか。あと、クリント。クリントにもね、渡さなきゃいけないから、多分クリントってあれだよね。鍛冶職人の方だよね。多分。誕生日に花あげるって結構キザなことしてるね、俺。あ、いたね、ヘイリー。お誕生日おめでとう。これって誕生日プレゼント？冗談でしょ？え？え？俺、ヘイリーのこと嫌いだわ。え、ちょっと待って、嘘でしょ、こいつ。こんなあるの？え、ちょっと待ってよ。え？じゃあ何が好きなん？おいおいおい、じゃあ何が好きなんお前。逆に。ヘイリーのお気に。いや、知らねえ。なんだあいつ。あいつ俺嫌いだわ。俺ヘイリー嫌いだわ。もうあげんとこ。やっぱりヤシか勝たん。クリント来たぞ。クリント。来た。頼んだ原石を持ってきてくれたか。よし。どの鉱石も質がいいな。鉱石は取って。といていいぞ。俺は近場のかな、ん？幸運症がどんな風か知りたかっただけだからな。それとこれが約束した報酬だ。マジで？
え、同行席取られないままお金だけもらった。嘘でしょ、こんなことある？ありがてー、俺クリント好きだわ。作物に水をやるのに使う。どの水源からでも水を補充できる。これアップグレードする意味あるんかな。なんか一気に負けるようになるとかね、ないのか。じゃあ上げる必要ないか。あー、上げる必要ないな。じゃあスプリンクラーってさ、どん延べ棒と鉄の延べ棒っていうのを読ますに毎朝水をやってくれる。マジか。てかこの蜂の巣箱とかも作ってみて、鉄の延べ棒がいるんだやっぱり。マヨネーズマシーン、マヨネーズマシーン作ってみたくない？アースクリスタルか。オッケー、わかりました。じゃあアースクリスタルでマヨネーズマシーン作ってみよう。じゃあ今日も鉱山だな。結局今日も鉱山日和だな。オッケー、頑張っていこうかな。その前にまず冒険者ギルド行くわ。まず冒険者ギルド、お邪魔します。だ、戻ったか。誰、おっさん。何か見せたいものがあるときに戻ってきなされ。なんかいい人そうだけど、何か必要ですか？アイテム回収のサービスって何？何これ。アイテムをいくつか失いましたね。一つだけなら無料で戻してあげますよ。慎重に選んでください。マジで？あー、そういうことか。いやー、石で。わかりました。今夜あなたがなくした石を探してみます。メールボックスに明日の朝入れてみる。ありがてー。いや、攻撃しちゃダメだよ。モンスター討伐目標、谷の平和を守ろう。スライム1000。よくわからない生き物、洞窟昆虫。うわ。達成したらギルから商品をもらうように。ほど遠いね。なかなか遠いと思うわ。これはいずれって感じかな。じゃあ一旦鶏小屋作る感じで、もう先々進んでいこう。さあ出てこい。サクサクって、あー普通にあるわ。こんなここにあるなんて。オッケー。進化する前にやれるのはでかいけど、ちょっとだるいな。なんかめちゃくちゃ順調なんだけど、今日どうした？めちゃくちゃ順調だぞ、俺。ここら辺にあるんじゃないですか？あった。なんか新しい鉱石ある。あった。あ、これトパーズだわ。稲根？なんか新しい、何？やっと種を張って。やばい。いや、今の俺なら、この最強の武器があるから。やば。奇跡、マジで奇跡きた。いいね、マジで。やったー。帰ろう。よし、5回折れた。アースクリスタルがな、手に入りたいっていうか手に入れたいんだけど、なかなかね、難しいな。なんか枯れてね、気のせい、なんか枯れてるように見えるんだけど。ニワトリ小屋作ろうかな。明日、4000ゴールド行きたいな。4000ゴールド。よし、寝ましょう。まあ。そんなもんでしょう。よし、15日。あ、おはようございますと。自然と暮らそうの時間です。今日も皆さんにお得な情報をお届けしますよ。サーモンベリーの季節だね。谷中の茂みはジューシーなベリーでいっぱいだし、しかもタダで取り放題。さ、ベリー取りは小金稼ぎにもちょうどいいよ。ベリー。なんかベリー、ブルーベリーが落ちてるとこあるのかな。アナメ、調子はどう？あなたがそっちへ行ってしまってから毎日寂しいです。牧場生活がうまくいくよう祈ってます。愛を込めて母さんより。通信、あなたの好きなクッキーを一緒に送っておくね。マジでありがたい。ありがとう。強っ。俺もこんな料理作れるようにならんかな。で、水やりせなきゃいけないんだけど、なくし物を見つけたよ。次からもっと気をつけなさい。やったー、ありがとう。まだあるの？
どうもこんにちは。あなたは畑を始めたばかりでしょ。だからちょっとアドバイスをあげたくて。ほとんどの作物は特定の季節にしか育たないの。夏がやってきたら春の作物は全部枯れてしまいますよ。だから計画的にね、エブリンおばあちゃんより。あーんす、なるほどね。春に植えれるものは春に植えとけみたいなね。で、まあ、夏に入ったらもうダメだよみたいな感じか。とりあえず水やりするか。よし、じゃあこんな感じでいっか。水やり終わりと。で、クッキー持っていくとして、銅の延べ棒ってどれぐらいで売れるんかな。一回売ってみていい？一回銅の延べ棒どれだけ売れるのか。で、3個ぐらい売るわ。銅の延べ棒1個アポリゴン出てくるように。これで何円か見よう一旦ね。で、お金欲しいから今カリフラワーの種めちゃくちゃ買おう。カリフラワーの種。リスいる、リスいる。あ、これか、ブルーベリーってもしかして。あ、これだわ。これ小金稼ぎ、お小遣い稼ぎになるからいいって言ってたね。ちなみにどんぐらい。あー、いいね。果物類に入るんだ、無料だし。え、いいね。カリフラワーもう買っこうかな。カリフラワー、いや待てよ、カリフラワー買わずにサーモンビリーとかね、めちゃくちゃ取りまくって稼ぐのありだな。なんとしても4000ゴールド行って行けば大丈夫だから、行けば。うん、魚釣ってもいいな、なんなら。まあ、一旦カレンダー確認してからだな。一旦カレンダー確認の何もない。オッケーオッケーオッケー。じゃあまずジオード加工行こう。おじいちゃん、ジオード加工に来ました。ジオードを加工しよう。よいしょ。何何何何それ。パガン？パガン？あー、これもギュンターなんだ。なんか何でもギュンターだな。じゃあギュンターに。お前押せって。入れた。え、どういうこと？バグ？びっくりした。寄贈しましょう。これを、じゃあここで。と、新しい報酬？夏植え、来たメロン、メロン来た、やった。夏植えだ、夏植えの種。これ夏も生きられるぞ。だが、ありふれた岩石、赤と茶色の島が入っている。もう夏か、早いね。今カリフラワー買ってもさ、育つんかな。15日って言ってもじゃない、余裕じゃない。え、夏っていつからよ。夏の季節の分かれ目で、何日っていうか何月からなんだろう。1年目、春、この1ヶ月の間だけなんかな、もしかして。まあ14日あるしな。種はいかがですか。カリフラワー14日でしょ。まあ多分大丈夫でしょう。カリフラワー買い占めようかな。いやー、ちょっと迷うな。12日か。そうねー、いやー、やめとくか。ギリギリ間に合うんだけど、それよりもさ、うん、今もうすぐにね、ニワトリ小屋作りたいわ。うん、ごめんだけどニワトリ小屋作るわ俺。で、まず一旦ラッパ水仙をリアに上げて鉱山行こうかな。一気に出てくんね、君たち。お、リオ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、リア、食べないよ。いや、食べないって。わー、すごく気に入っちゃった。ありがとう。やった、見よっかな。リアとライナス、なんでそんな好感度一緒なん？今日。びっくりするわ。ライナスの好感度高いのびっくりするわ。今日は木が美しく見えるわね。それで君はどうして牧場主になったの？こんな質問されるの？都会暮らしより現実的だから。祖父の後を継ぐため。昔の生活から抜け出したかった。私がここに来た理由とほんとんど一緒ね。なんか、よかった。なんか、いい選択をしたのかもしれないね、俺は。わかんないけど、いい選択をしたのかな、俺。ここでさ、お金稼ぐためって言ったらさ、なんか嫌なやつじゃん嫌なやつすぎん、さすがにね。
いいね。いっぱいあるよ。よいしょ。ライナス。自然の爽やかな空気さえあればいい。うん、そっか。よかったね、ライナス。じゃあ、行ってみるか。35回まで今日は目標に。行こう。なんか変わった？一気に変わるね。ミイラじゃん。明らかもう人間じゃないじゃん。え、強っ。でもなんか石落としたし。なんかキノコある。ちょっと待て。キノコか、キノコがあるから。動向石いらない。赤キノコ。白い水玉模様のキノコ、洞窟で時々見つかる。マイナス50エナジー。食べる必要ね。何気にこいつ強いんやな。で、なんならさ、俺モンスターの肉欲しいんやけどさ。あ。え？あ、もう35回か。早いな。アースクリスタルあった。よっけよっけ、これ持って帰らないとダメだわ。これ売って、これネギも売って、ガキノコも売るか。これで、マヨネーズマシーン。だ。初めてのマヨネーズマシーンだ。よし。え？え？どうやって使うん？マヨネーズマシーン、卵から、結局鶏小屋。結局鶏小屋作らないとダメじゃねえか。さ、どんぐらい売れる？あ、一つ60円なんだ、銅の延べ棒。完全。あと、もうちょっとなんだよな。お小遣い、ご近所さんへそろそろ新しい家にも慣れたところからと思います。今日はお知らせがあります。PL 商店で肥料の取り扱いを開始しました。よければうちの店、ナンダースが買ってみませんか？お待ちしております。なるほど。よいしょ。じゃあ、銅の延べ棒売ってもいいな、全然。よいしょ、よいしょ。よいしょ。で、まあ、水やりしてと。水やり。よいしょ。なんかすげえ枯れてるように見えるんだけど。これ枯れてないよね、多分。枯れてるんかな、これ。なんかめちゃくちゃ枯れてるように見えない？すっげえ枯れてるように見えるんだけど。大丈夫かよ、このなんか茶色いやつら。40階にたどり着けばなんかもらえるっぽいから。40階行ってみるか。でもサクサクと進んで、鳥小屋作ろう。あ、赤キノコ。あ、できるんだ。え、てか、レアな採集って書いてあるし、俺売っちゃった。ありゃー。レアだった。それも洞窟人にも食ったしね、前。やったわ、完全に。さっさと鉱山40回クリアして、鶏小屋を建てよう。ロビン、あんまりお出かけに行かないで。ライナス。俺を笑うために来たのか、なわけないだろ、ライナス。元気出せよ。よし、さあ行こう。今日めちゃくちゃね、降りてるね。どんどん下に、お、早っ。どんどん下に降りてるわ、今日。今日もう講座の日だな、完全に。え？これ何？これ何？さあ逃げろ。危ねえ。これ何？アメシスト。あ、アメシストか。オッケー。めちゃくちゃ運がいい、俺。めちゃくちゃ運がいい、俺であった。サモンベリー食べよう。まだまだ食べるよ、サーモンベリー。このためにサーモンベリー取ってきたと言っても過言ではない。あ、あった。普通に探せば見つかる時もあるね。あと1回だ。一瞬やな。あったー、やっと見つけた。だ。なんかすごい。何これ。パチンコ道具、弾として石や鉱石が必要。え？なんかすごそうなの手に入れた。じゃあ水晶捨てよう。え、パチンコの玉って作れるんかな？わかんないけど。ないわ。玉として石や、宝石が必要。え、撃てないよね。あ、撃てるわ。玉切れ。いや、え？玉もないのにお前引っ張ってるん？変わってるね。これでお金もらえるんじゃないかな、もしかして。ずいぶん、深くまで降りてきたが、一向にそこにはたどり着かない。一体どこまで降りればいいんだろう。あ、お金はもらえない感じね。
はいはいはい、なるほど。なんか植えられてるんだけど、これ。もらってってええんかな、これ。植えられてるけど。もらってこう。ちょっと待って。とりあえず売りに行くか、先に。新しいとこ見つけた。ここになんか植えられてるから、これ、もらってって、いいんじゃないかな、これ。これもらってこう。よし。もらってけ、もらってけ。なんか俺悪いことしてるみたいやな、これ。完全に。完全に俺悪いことしてんな、これ。なんか、メール届く可能性あるな。明日メール届く可能性あるな。まあいいや。これももらっていこう。多分ここら辺のにさ、あ、これだわ、完全に。落とし物を見つけたロビンに返してあげよう。ロビン今寝てるだろうな。寝てるっていうか閉められてるだろうな、家。うん、まあいいや、明日斧返してあげよう。今日さ、結構長めだと思うんだけど、あと鶏小屋だけ、鶏小屋だけ作る。鶏小屋だけ作っていい？お願いします。鶏小屋だけ作ります。みんなごめんね。多分、鶏小屋だけ作りたい。これだけはね、マジで許してほしいわ。これで4000ゴールドは超えるはずなんだよね。よいしょ。これで4000ゴールドは超えるはず。いや、めっちゃ、畑玉ねぎ結構安いけど、タンポポの方がなんなら高いけど、タンポポありだな。サーモンベリー安いな。オッケー、これで超えてます。いや、今日長いのごめんね、本当に。今日長いの本当にごめんなんだけど、ニワトリ小屋作ります。まず、いつもの、水やりからね、やっていこう。木材と石をね、持っていこう。来た！とうとう！とうとう！みんな、鶏小屋！鶏小屋来ます、とうとう。みなさん。いや、ようやくだね。ようやく、俺の牧場にも、鶏小屋ができます。とりあえず、ロビンに斧返して金もらって、余裕持たせて作ろう。オッケー。多分空いてないかな。多分まだ空いてないよね。多分まだ空いてないから。とりあえず話だけしよう。キャッチボールをするにはいい日だな。お前と一緒に遊びたいところだが、見た感じスポーツは好きじゃなさそうだな。一緒にキャッチボールしよう。一緒にキャッチボールしよう。ほんとお前を見くぶっていたかもしれないな。でも腕が少し痛いからまた今度にしよう。お前ひよってんの？ひよってるやついる？いねえよな。これもらうわ。盗み。さ、出待ち。オープン午前9時でしょ。出待ち。早く開け。よし、来た。えぐい。ディオード加工しよう、まず。よいしょ。あ、鉄鉱石じゃん。やった。あー、それか。スレートか。あ、スレートか。まあ、売るか。え、ウサギ木の枝にぶつかっただけなのに消えた。どういうこと？じゃあ、早速、作りましょう、鶏小屋。牧場施設を建設。足りてる。あー、やばい、立てるぞ。みんな、立てます。はい。できたー。え、あ、そういう感じ？んー、じゃあ、ここかな。生えてきた。オッケー、明日一番で新しい小屋を建て始めるね。あ、そんな感じ？で、また明日までかかるんだ。あーん、とっても大好き、ドラえ。なるほどね。で、今日一日何もないってことだ。あー、なるほど。お疲れ様でした。じゃ、とりあえずリアに話しかけに行こうと。ちなみにニワトリっていくらぐらいするんだろう。ニワトリ最初から持ってるわけでもないよね。ニワトリっていくらぐらいするの？動物を飼う。あー、まだ経った後か。いや、怖いな。これで1000ゴールド、2000ゴールドとか言われたらさ、さすがに泣くね、俺は。さすがに泣くけど、あ、やべえ、ロビンに返すの忘れた。ちょ、ロビン。ロビン。あ、私の斧見つけてくれたんだ。あ、ほっとした。他の斧じゃ、うっかりつま先を切り落としかねないもん。ありがとう。めっちゃ怖いこと言ってる。
で、これでお金もらえるんだよね。オッケー、いいね。リア、あ、いたいたい、リア。リア、プレゼントはすごく気に入っちゃった、ありがとう。いやー、やっぱいいわ、リア。何らかの形で自然を破壊せず生きることは不可能だなって時々思うのよ。そうなんだね、リア。なんかロビンの好感度も上がってるんだけど、なんでか知らんけど。なんか受けたてかな、クエスト。猫ちゃん、猫ちゃん、いやー、かわいい。よしよしよし。これなんか毎日するといいことあるんかな、わかんないけど。とりあえずスレートはいいよね。売ってもいい、売ってもいい。やっぱ水彩もプレゼント用として残しとく。鉄鉱石、鉄鉱石欲しいな。もうそろ、まあ、鶏小屋作ったらね、またいろいろ卵とかで、まあ、またマヨネーズなんちゃらでなんかいろいろできること増えると思うから、クラフトでなんかできないか。溶鉱炉もう一つ増やしとくか、念のため。よいしょ。で、あとはマヨネーズマシーンもね増やしたいけど。鉄壁の指輪、あ、鉄壁の指輪欲しいな。松明も作った方がいいのかな。松明も一旦作っとくか。うん、9本ぐらい作っとくか。暗いしね。階段、鉱山で使うと、え、え、最強じゃん。え、最強じゃん。じゃあ困った時はこれだ、これだね。おかしい。蜂の巣箱。何、蜂の巣箱に鉄の延べ棒いるんかな。メープルシロップ。まあよくわかんないけど。いや、もう疲れて動けんくなったし寝るか。もう今日やることをやったからな。もうないな、やること。4日、4日かな、今日やったの。今日やったの4日でね。それで、明日になったらね、これができるということで、楽しみに寝よう。では、寝ます。めっちゃもう午後6時から寝るって相当、なんかすごいね。うん、おびっくりだよ。午後6時から寝て、明日の朝起きるやつなかなかいないけどね。まあそれもね。まあいいんじゃないですか、のんびりとね。過ごしてる感じがあって。いいですね。僕は結構そういう生活憧れありますけどね。ということで寝ましょう。おやすみなさい。はい。今日はもう寝ます。25ゴールド。85、日給110円。貧乏だな。まあまあまあ、それもね、いいんじゃないでしょうか。さあ、おはようございます。もうめちゃくちゃ雨なんだけど。記念すべき鶏小屋建設の日、めちゃくちゃ雨。ということで、次回、鶏小屋立っているでしょう。ということで、終わります。スタディオバレー、6話目かな ?6 話目かな、いや、5話目か。5話目、終わります。もう次回が楽しみだね。今回も本当に洞窟探索だけだったからね。はい。ということで、今回はこの辺で、もし動画が面白ければ、ぜひ高評価ボタン押しててね。それでは皆さん、バイバイ。